教授ダジャレ、耳くさなくそペロリンちゃんダムくらい男爵です。とにかく笑顔で筋トレー。はい、この2人共通していることが一つあります。何ですか。まあ顔整ってるやろ、まず、はい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 、ほんで髪の毛サラサラ。で、あとなんや、お前の家に鏡ないやろいや、お前の人生に鏡ないやろ。あれ、あんねんけどな。デブですデブ、ね、これはいかんと。おう、ムッキムキのバッキバキになろうやと。うわー、なんか一回やったことあんねんけどなで、僕実はもう筋トレちょっと始めてるんですよ。あー、みたいやね。そうなんですよ、うん、で、筋トレやってて思いました。はい、めちゃくちゃ辛いと。おお。なので今回筋トレやった後にとにかく笑おうやってことなんで意気込みなんか大丈夫ですか。意気込みですか、はい、まあ何やろうな、俺も一応週2ぐらいで筋トレしていいかな。あ、そうなんや。え、どんぐらい期間は。まあ、3年ぐらいやってますよ。3年いや、3年なもうだってさないやん説得力がいや、なんか俺ずっと増量着ない。増量着長いな。で、笑うとき、うん、まあ事務的にやっぱマスクをつけとかないといけないんですけれども、うん、まあ口閉じて、うん、もう息止めて、うん、笑顔かどうかを見せる。はい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 、ですね。そうやな、まあルール的にね。ルール的にそれです。それでまあ1時間ぐらいやろうじゃないかってことですね。わあ、オッケーです。じゃあもう行きましょう。行きますか。行きましょうか。はい、意気込みどうですか。いや、意気込み、うん、ここでさあ、ということで第1の筋トレが、ね、オフシーズンの野球選手そうなのはい、ということで1個目の筋トレがなんともう、はい、スクワット。うわー、出た。一番きついって言われてる。もうまず僕からやっていく。おお。じゃあこれでいかせていただきます。とりあえずそっち向けの人おんやこっちから20キロやな、これは。結構きついな、この時点で。おー、これもこんぐらいで下げるのはどうですかね。できれば太ももと床が平行になるぐらい下げたら、お尻もしっかりと。なるほどな。スクワットの浅さは人間の浅さって言われてスクワットなんかやるんですか。やらへんねんよ。嫌いやからな。嫌いな筋トレ避けてんねんよ。避けるな弱い人間やから。 Quand t'es venu dans la rue à côté。 お、下げてるね。結構下がってる。しかもお前なんか1週間前ぐらいに42キロ走ってなかった。うん、走ってたわ、そういえばちょっと痛いもん。これは笑えへんやろな。重りつけていきますか。そうやな、こっからや。ちくわつけた方がいいんちゃう。ちくわ、これちくわって言うんや。これ全然筋トレやっぱ知らないんで。ああ、そうやな。大丈夫大丈夫、俺に任せて。うん、力強っ。俺に任せていやちくわ食べただろこれ10回10。笑ってる。とにかく笑えれば。俺60でいこうかな。まあでも結構ペロアイ男爵ってね。あ、好きやね。ちょっと待ってな。ペロペロペロ。どうした。ジム経営してる？それで実家ジム？結構引き締めて。あ、なるほど。あ、もうそれは何？これ？これ何？グルタミン。グルタミンをここで摂取？PCA。PCA。これ何ですか？アミノ酸が3種類入ってて、筋肉の分解の補正で合成を促進します。お前なんで腹プニプニなん？これは
が重い。あんな粉飲んだのにっていうのは冗談ですよ。あ、冗談か、うん、まあ粉ボケというか、ね、そうそう、ボケですね。うっ、無理すんなよ。うっ、もう一回、もう一回。うっ、とにかく笑えれば最後に笑えれば。うわ、人生初の50キロ。人生初か。じゃあ俺はお前と同じ重さでも持ち上げようかな。こいついけるかな。急成長遂げるやん。ぴょっぴょしやん。なんで開いて開いてんの？開くな。何これ？何の音だこれ？ちょっと待って、笑かすな。うわ、間に合わかすな。ちゃん笑いなってるて。うわ、最後一番下がった。しゃ笑えるもん無理なのこれ。めっちゃ笑えるやん。けどこれ終わったら何するか分かってます？何？レッグプレスやりましょうか。ちょっと待って。スミ君、スミまで服ですね。行きましょう。素晴らしい。こいつに使わしたいジムは。とにかく笑えれば最後に笑えれば。はい、叫ない日々。ちょっと待って。続き知らんやろ。お前やろな。さあ。はい、邪魔したよ。そうですね、うん、あー、こう思う上向けよ。うん、何も興奮せへんわ。10。あら、さあどうだ。とにかく笑えれば最後に笑えれば情けない。ちょっとミスったかも。ミスったかもしれん。相当ミスったこれ。これ、うわっ、来た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 、笑顔。とにかく笑えれば最後に笑えれば。あー、かわいい。 I just walk in。 何さ、その感じ知らん。画面越しに見ている君へ一度自分の中に問いかけてみるといい。本当に今日という日をやりきったのかってね。昼間に食べたハンバーガー、深夜に食べたラーメン、そいつらお前の友達か？違うだろ。だったら筋肉はどうだ。筋肉は裏切らない、約束も破らない。お前の悩みも真摯に向き合ってくれる。そんなベストフレンド他にいるか？答えはノーだ。やれ、やるしかないんだ。今見知らぬ男がドアから入ってきて、君のこめかみに拳銃を突きつけ、あと2回やれと言ったらどうする？死に物狂いでやるだろう。追い込むっていうのはそういうことなんだ。
もう俺の言っていることは分かったよな。今すぐそこのソファーから離れて。ほら、 iPhone も必要ない。君が今持つべきものは200ポンドのダンベルだ。もしかしてラストあれですか？あれです。ラスカのあれです。まずお父さんお母さんありがとうって言ってたけど、お父さんお母さんありがとう。もう思い残すことないな。うん。さあ、ということで、はい、最後の種目、はい、ブルガリアンスクワットでございます。ヨーグルト？え？違います。乳酸菌入ってないです。入ってないですか？じゃあブルガリアンスクワット両足を4セットで。右も左も？右も左も。マジ？だからこれやったことあるから分かるけど、うん、これで俺を酸欠なんて。これエグいくらいわ、その情報。これね、もういつもの重さ決まってるんですよ。おお、そうなんだ。あ、もうこれ重り取った方がいいと思うね。そのレベル形だけ見てみて。なるほど。これな、マネージャー曰く、うん、いつもやってるマネージャー曰く、うん、これが筋トレ。これやってんの筋トレしてんのと一緒らしい。そうなの。そうか。あ、これまだ笑顔やったな。うん、これやばいよ。ようこうやってんな。すごいよ。これ4セットすんのか。俺3セットでも地獄見てんのに。3セットにしません？え、なんで3セットにしません？一人いるんだ、こまこれきついて。もらえる？え？俺結婚すんの？ちょっと頭回らなくなってきたわ。うん、それでいいんですよ。らしいっす。サローネ。サローネ。え、わからん。思いつけてる。こいつ思いつけてるのか。いや、1日目からこの重りはすごいわ。弱虫ペダルの小野田ぐらいの成長にしてます。すごいな。絵のタッチも激しなってきた。ちょっと見た。3、8、9、10。怖いくらい覚えてる。大失恋してへんで。エロー。あと 2.5 をつけます。とにかく笑えれば。
きますよ、向かいやっていきますよ。島かりき島かりきで周りの雑草がなくなってきてもう一回歌ってくれへん。あ、オッケーオッケー、うん、ちょっと一回歌ってみて。とにかく笑え、とにかく笑えれば、あ、もう一回、とにかく笑、とにかく笑、はい、3、2、とにかく笑、とにかく笑、いやいやなんで歌のレッスンせなあかんねこんなところで。